昭和記念館は、第二次世界大戦中のナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺の犠牲者に捧げられた記念館である。文館として2012年にドランシー収容所の正面にドランシー昭和記念館が設立された。地下礼拝堂2005年にパリ4区に設立された。第二次世界大戦中のフランスのユダヤ人の歴史をナチズム、 レジスタンス運動等との関連で紹介する展示室のほか、ユダヤ人大量虐殺に関する貴重な資料を保管する現代ユダヤ資料センター、犠牲になった子供たちの写真で埋め尽くされた子供記念館、祈りの炎を絶やさない地下礼拝堂、ユダヤ人登録カードを保管する部屋、犠牲者の名前が書かれた名前の壁、そして建物の外には戦時中にユダヤ人をかくまう、 逃亡の手助けをするなどして命を救った3899人の名前が書かれた偽人の壁がある。同じルまれにユダヤ芸術歴史博物館がある。日本では一般にナチスドイツによるユダヤ人大量虐殺はホロコーストと呼ばれるがフランス語圏では1985年にクロード・ランズマン監督がドキュメンタリー映画ショアを制作して以来ショアと呼ばれている。 ヘブライ語の、ホロコーストは、反災を表すのに対して、同じくヘブライ語の、ショアは、最悪、破壊を意味する言葉である。フランス国立視聴学研究所と連携して、フランスの歴史に関する情報を提供している herodote.net では、一部のキリスト教徒が、反災を、キリストの死による、全人類の救済になぞらえているため、ホロコーストと,という言葉で、 ドイツナチスによるユダヤ人大量虐殺を表すなら、この犯罪に人類救済の意味を与えることになると懸念する声が上がったが、1978年制作の米国のテレビシリーズ、ホロコースト、戦争と家族が人気を博して以来、この言葉が定着したと説明されている。名前の壁一名前の壁に、ジェノサイド、ジェノサイド条約も参照のこと。 以下の内容は昭和記念館ウェブサイトの昭和記念館の歴史及び記憶の場所昭和記念館を中心としてによるものである。1943年4月28日ナチスドイツ占領下にあったフランスでロシア系の財界人イサック・シュネルソンがグルノーブルのアパートに国内のユダヤ社会の指導者40人を集め戦後に裁判を起こすために必要な ユダヤ人迫害の証拠の収集を目的として、古文書基金を設立。古文書基金は後に、現代ユダヤ資料センターと命名された。同年9月に、ドイツ軍の侵攻により活動停止。シュネルソンは、ドルドーニュでのレジスタンス運動に参加し、他のレジスタンス活動からとも連絡を取るようになった。パリ解放の戦いが始まると、収集した証拠が没収。 破壊されないように、仲間らと共に古文書基金をパリに移転した。偽人の壁、イサック・シュネルソンと古文書研究サービスの責任者であった歴史家のレオン・ポリアコフはレジスタンス活動からの協力を得て、ユダヤ人問題総合委員会、財仏ドイツ大使館、参謀本部、bc 政権の事務総局、そして特にゲシュタポから秘密裏に貴重な資料を入手し、 現代ユダヤ資料センターに集めた。戦後、現代ユダヤ資料センターは、フランスのユダヤ人の撲滅につながる過程を研究するために、これらの資料を整理分類した。後に出版社を設立し、ユダヤ人収容所に関する資料や書話の歴史に関する専門誌を出版した。一方、現代ユダヤ資料センターは、フランス政府の求めに応じて、 ナチスドイツによる戦争犯罪を裁く国際軍事裁判、ニュルンベルク裁判のために収集した証拠を提供した。その後、米国、イスラエルその他の国における裁判でも公文書として提示された。さらに、1980年代には、リオン・ゲシュタポの責任者で人道に対する罪で終身禁固刑を宣告されたクラウス・バルビーの裁判にも、 同センターの資料が提示された。1950年、イサック・シュネルソンが、無名ユダヤ人犠牲者記念館の設立を決定。当初、ユダヤ社会の一部が、過去を振り返るための施設は望まないと反対した。1953年に、イスラエルに、ヤドバシエムが設立され、現代ユダヤ資料センターと緊密な関係を確立。 1953年5月17日、無名ユダヤ人犠牲者記念館建設の第一歩としてパリ市が提供した敷地にユダヤ人犠牲者の慰霊碑が建立された。フランス、ベルギー、ルクセンブルク、ユーゴスラビアなどの多くの国が芸術作品を寄贈するなどして設立に貢献した。1956年10月30日、 無名ユダヤ人犠牲者記念館が完成。開館式には、世界各国の50のユダヤ人代表団、欧州の政界、宗教界の多くの指導者らが出席した。ユダヤ人登録カードを保管する部屋1957年2月24日、各地の収容所や、ワルシャーゲットから集めた灰を地下礼拝堂に収めた。1991年、無名ユダヤ人犠牲者記念館が、 フランスの歴史的記念物に指定され、毎年国家、またはユダヤ社会が開催する重要な式典が行われている。2005年、無名ユダヤ人犠牲者記念館の敷地にあるすべての建造物を表す昭和記念館という名称が採用され、シモーヌベイユ会長、ジャック・シラク大統領により、開館式が行われた。2012年、ドランシー収容所の正面に、 ドランシーショア記念館が設立され、フランスはオランドにより、開館式が行われた。マモーリエル・デラショア、ムーゼイ・センター・デドクメンテーション。マモーリエル・デラショア、2018年7月21日、閲覧。ホロコースト、デフィニションでホロコースト。www.cnrtl.fr.2018 年7月21日、閲覧。abc レディクスヨネアデルイストワール、ゲナシド、ホロコースト、shoah-herodote.net、e e. www.herodote.net、e.、2018年7月21日閲覧。カウフマン、フランシーヌ、ホロコーストウショア、ジェニスイドウ、ハーウェイン、ケルモッツポアディレアウシュビツ、レビュー D、 イストワールデラショア N184、イシュン2111から885、XHTTPS、WWW、ケルン、インフォ、レビューレビュー D イストワールデラショア -2006 から1ページマイナス337、HTM、第3版、日本大百科全書、ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典、デジタル大辞践、大辞林、反彩とは引くことばんく、 コトバンク。2018年7月21日閲覧。ABCDEF イストワールジュマモリエルデラショア。ー。マモリエルデラショア。ー。h t t p w w w マモリエルデラス o リ i e l d i r o r g ル、メモリアル、クイソーム、s イストワールジュメモリアルデラショア。ー。html2018 年7月21日。閲覧。ともこ。松岡。記憶の場所。 昭和記念館を中心として、倉敷芸術科学大学企業第20号、2015年3月1日、一瞬1344から3623。マッチ、パリ、デルニエ・オマージュ・アシモン・ベール・英雄マモリエル・デラ・ショア。https、www.parsermatch.com <タッ>、アクト州、ソシエテ、デルニエ・オマージュ・エイ・シモン・ベール・英雄。 メモリアルデラショア -15499792018 年7月21日閲覧。lesdiscoursdejacquschirac-lemonde.fr https://www.lemonde.fr スラッシュソシエテスラッシュアーティクルアンテロクティーフ 2 0 0 7 0 5 1 5レディスクールレチャックシロック9 1 1 3 6 3 2 2 4 6 h t m l 2 0 1 8年7月21日閲覧記憶の場所昭和記念館を中心として松岡智子倉敷芸術科学大学企業第20号2015年ありがとうございます